養老渓谷温泉は、千葉県市原市と泉郡大滝町にかかる温泉郷、旅館、民宿が養老川沿いに十数軒点在する。付近は千葉県立養老渓谷奥清澄自然公園に指定され、暴走の魅力500千に選定されている。養老渓谷温泉の名称は、養老渓谷の名を冠し、養老川と共に親しまれてきた名称であるが、観光情報や、 メディアなどの紹介によっては単に、養老温泉と呼ばれる場合もある。しかし、岐阜県養老郡養老町の養老温泉や北海道市別郡中市別町の養老牛温泉との混同を避けるため、養老渓谷観光協会や養老渓谷旅館組合などでも使用されている養老渓谷温泉が正式名称である。養老高泉、高分道後泉郡大滝町葛藤地区のほか、 各旅館、足湯施設では、自家源泉を所有している。塩化物、泉7月31日温泉分析と、炭酸水素沿線1月7日、温泉分析の選出がある。源泉温度は20度前後と低めであり、とろみのある焦げ茶色が、特徴の黒湯が一般的である。養老渓谷駅や湯房総丘陵の山懐に、抱かれた奥房総とも呼ばれる。房総半島のほぼ中央、 市原市と泉郡大滝町の境付近の養老川沿いに位置し、十数軒の温泉旅館や足湯施設などがある。小港鉄道の養老渓谷駅には、駅舎の中に足湯施設があり、養老川沿い散策の途中にも、各所で源泉に触れることもできる。房総半島の中央付近に位置するため、海、山、川、平野のすべての食材が簡単に入手でき、山菜、タケノコ、カツオ、 鮎、うなぎ、キノコ、イノブタ鍋など四季折々の地産地消料理が各旅館で提供される。また、一軒だけ狭いトンネルを通らなければいけない温泉旅館、隠れ湯の宿側の家という川辺木の宿があり、漫画家の告げ吉春が宿泊したことで知られる。この時の様子は、随筆、貧困旅行記に詳しく書かれている。付近は、千葉県立洋老系。 谷奥清澄自然公園に指定されており、養老八景の一つ、暴走随一とも言われる落差30メートル、長さ100メートルの阿股の滝や洞門が崩れて、絶壁となった高分道跡高線など、養老側の渓谷美を楽しめる継承地、養老渓谷、梅ヶ瀬渓谷があり、特に紅葉の季節には、高楽客で賑わう養老渓谷と温泉号として、 暴走の魅力500選にも選定されている。近年では東京都心から近い行楽地、秘書地として暴走給料のハイキング、サイクリング、ツーリング、車でのドライブ途中の日帰り温泉としても利用されている。また、周囲にはゴルフ場が多いため、ゴルフ場併設の温泉施設も多い。1912年に個人宅の敷地より天然ガスが湧き出し、 あとの1914年、井戸より高線が湧き出した。この高線を天然ガスで加熱したのが、養老渓谷温泉の始まりと伝えられている。高度経済成長期の1970年には、日本交通公社の全国温泉案内1300湯に掲載されていた、千葉県の温泉は合計15カ所であった。その中でも、観光と療養の性格を併せ持っていた温泉として、 養老渓谷温泉が取り上げられている。源泉は、摂氏25度未満の冷凍泉であり、摂氏30度以下の温泉地であったため、当時から加熱を要していた。1991年9月に、小文社より刊行された、漫画活毛吉春の全196ページ、気候文13編からなる随筆集、貧困旅行期では、1988年に、 移住先を探す目的で家族と共に訪れた際に立ち寄ったことが記されている。小港鉄道の養老渓谷駅でおり、しばらく歩いた後に養老川沿いの遊歩道へ迷い込むが、木陰と静寂に満ち土を踏む自分の足音と川音以外聞こえない佇まいに惹かれる。当初、表通りの温泉の風情には教師を惹かれなかったが、一軒だけトンネルをくぐった先にある。 川の家の崖ギリギリに立つ、古ぼけた宿屋の風情が気に入り宿泊する。地味で、年寄り向きで、養老という名が、なるほどと思えたと述べ、機嫌が良くなる。古ぼけた宿は1997年に建て替えられたが、次義春が気に入ったかまぼこ型の天井を持つ、洞窟風呂と黒く濁った湯は、当時のままである。主人は、次とは、言葉は交わさなかったが、後日次から、 貧困旅行機がいきなり送られてきた。養老渓谷沿いには、次が陰性を考えたという小屋が、廃屋になり、残されている。養老渓谷、あわまたの滝の観光拠点として、歴史を重ね、周囲には湯宿が立ち並び、渓谷を見渡す景観や露天風呂、地下洞靴風呂などが堪能できる暴走屈指の温泉地として、現在に至る。2004年には、 千葉県の陰線許可第1号として、陰線許可が下り、黒湯原生陰線所や温泉旅館、秘湯の宿滝見園などで陰線をすることができるようになった、雪の養老渓谷駅族またの滝梅ヶ瀬渓谷、ありがとうございます。